日本アイスホッケー連盟アスリート委員会第2回座談会、好評だったかもしれない第1回の座談会の第2弾ということで、第1回目の座談会に参加できなかったアスリート委員のメンバーが今回4名参加してもらってますので、まずは自己紹介をしてもらいたいと思います。では最初、佐藤郁也さんからお願いします。はい、アスリート委員会第1期生の、佐藤郁也です。私はインラインホッケー部門から参加となっております。現在所属は神田食堂というインラインホッケーチームに所属しております。アスリート委員会では今後のアイスホッケーの展望もそうですが、インラインホッケー界にとっても何かいいことができないかといったところで、参加させていただいております。よろしくお願いします。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 次、じゃあ森下さんお願いします。はい、森下太一と申します。年齢はちょっと25歳でこの中で一番最年少なんですけども、僕はずっと関西でアイスホッケーをやってきたので、で関西でやっていく中で他の地域との差とかっていうのをすごく感じてきたことがいろいろあったので、ちょっとアスリート委員会ではいろんな人たちと、まあ、意見交換し合いながら関西のアイスホッケー盛り上げればなっていうふうに思ってます。お願いします。お願いします。ありがとうございます。次、久保田さんお願いします。はい、久保田楓と言います。競技はインラインホッケーをやっています。所属は関東でチームソニックというチームでやっています。アスリート委員会ではアイスホッケーを盛り上げるっていうことと、インラインにそれを何か持ち帰ってインラインも盛り上げていきたいなっていう気持ちがあったので入らせていただいています。はい、いろいろと勉強させていただきながら両方の競技が盛り上がっていったらいいなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。最後、大鳥、今旬の中村美さんお願いします。旬かは分かんないんですけれど、はい、中村亜美と申します。元スマイルジャパンで、プレーしていました。2018年のピョンチャンオリンピックを最後に、現役引退し、昨年の9月から日本アイスホッケー連盟の理事としても、活動させていただいております。アスリート委員会では経験者という枠で、入らせていただいており、今までお世話になった、アイスホッケー競技に、関して、そうですね、子どもたちから大人の方々までそのアイスホッケーを盛り上げて普及につなげていけたらなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。ちょうど今回はスマイルジャパンに選ばれていたメンバーがちょっと参加できないということで、スマイルジャパン情報を中村亜美さんにたくさん聞きたいところではあるんですが、亜美さんの経験や、まあ、今回オリンピックに出場選手の話はまた第3弾たくさん聞きたいなっていう中で、ちょっといろんな話を聞いていきたいと思うんですが、まず佐藤郁也さんはもともとアイスホッケーの、日本リーガー、アジアリーガーとして第一線で活躍されてたと思うんですが、まあ、そのアイスホッケーとインラインホッケーの違い、まあ、なぜインラインホッケーを始めたかみたいなところって聞かせていただけますか。はい、まあアイスホッケーは小学生の頃から始めていたんですが、インラインホッケーを始めるきっかけというのが大学生の時に知り合いの方から誘われて、まあ、最初は遊び程度っていうところで、アイスホッケーは冬なんですけど、まあ、夏場のオフシーズンの時に、まあ、遊び感覚で、スタートしたっていうのがきっかけになります。でそこからアイスホッケーにはない魅力というのがインラインホッケーの方がすごくあって、で、まあ、アイスホッケーと違ってボディコンタクトが、禁止だったり、あとは人数がプレイヤーが4人対4人っていうところで、あとはまあ、アイスホッケーはラインルールがたくさんあると思うんですけれども、そういったところもインライン特有のものがあったりして、非常に競技性がシンプルなんですけど、
非常にやりがいがあるといったところで、没頭、院内ホッケーに没頭して、で私はアジアリーグとしては3年間プレーしたんですけれども、その後ですね、なので社会人4年目以降はですね、アイスホッケーもやりつつ、院内ホッケーの方に割と力がいて夢中になっているっていうようなところで、今現在でも院内ホッケーの方は続けているという、そういった状況です。なるほど、ありがとうございます。今、院内ホッケーの方は、現役でプレーされて、アイスホッケーももちろんそうだと思うんですが、アイスホッケーの方は指導とかもなされてますよね。あ、ごめんなさい、もう一回お願いします。アイスホッケーも学生だったりの指導者とかも今、やられたりってされてると思うんですが。あ、そうですね、アイスホッケーの方も、今は日本体育大学 の、 男子のアイスホッケーチームの方をですね、指導してまして、今年で5年目ですかね、はい、になります。現役の頃っていうのは、井上さんと同じチームになった期間ってあったりするんですか、三木さん。いや、アジアリーグになってからはないんですけど、同じチームだったことは。ただ、学生の時に、同じユニバーシアードで日本代表で、戦ったりはしてました。あ、なるほど、なるほど、ね。結構狭いですね。そうですね。ミッツさんが4年生の時に僕が2年生で入って、その当時から僕はすごい名前聞いてました。そうそう、もうね、今も、本当に。これ僕、池谷さんのイメージが、こうディフェンスっていうポジションながら、すごく PS がうまい選手だったような印象をすごく持っていて、その大学に入ってからインラインを始めたってことだったんですけど、そのインラインとその PS のうまさみたいなのってなんか共通するとこってあったりするんですか？ああ、そうですね。ちょっと、なんて言ったらいいのかな。アイスホッケーのキーパーって座ってもリンクの上なんで、バタフライのままスライドできると思うんですけど、インラインってコートの上なんで、なかなかそういうスライドっていうのがキーパーはできなくて、なので、インラインでトライして大丈夫だったらアイスでもやってみようかなっていうような、そういったところですね。キーパーの癖がよく分かるのがインラインだと思ってまして、そこで勉強して PS はアイスの方につなげたっていうのはあります。全然インラインも僕全然やったことないからわからないんですけど、久保田さんもインラインやられてるっていうことで、インラインホッケーの魅力って他にどういったところがあったりするんですか？インラインの魅力、でもさっき池谷さんが言ってたそのルールが簡素化されてわかりやすいっていうのはすごく共感できたところで、私自身は本当にアイスホッケーも全然やったことなかったんですけど、インラインが最初なので、でも実際にインライン見て、あ、かっこいいと思って始めたのがきっかけだったんですけど、アイスホッケー見た時に、あ、インラインの方がルールは分かりやすいなってちょっと思ったんですよ。でもやっぱりこう見てるとアイスホッケーってボディーコンタクトもあって、もちろん迫力があるっていうのは絶対的にこうアイスホッケーの方がかっこよさとかってすごい感じた部分はあったんですけど、自分がやっててすごいやりやすいなって思ったのはインラインでしたね。アイスホッケーも少し本当に遊び程度ではあったんですけど、やったんですけど、やっぱりなんかルール難しいなっていうのはすごく、自分でもオフサイドめちゃくちゃして、なんか何回目だよみたいな感じだったんで、全てはすごくインラインはルールが簡素化されてる。あとなんかこう防具もちょっとこう簡素化されてるんで、パンツ履かなくていいとかショルダーつけなくていいとか、なんかスタイリッシュそれがいいかどうか好みだと思うんですけど、楽だなとはちょっと思いました。なるほど、なるほど。これって三浦さんが現役の頃とかっていうのもインラインホッケーとかって もちろんあったと思うんですけど、 やられてたこととかってあったりするんですか？私もね、全くなくてですね。で、八戸でもね、田舎の方でもそんな高貴なスポーツはなかったんですよ。だからなので全く経験ないですね。
うん、こっちに来てからね、なんか少しずつそういうことをしてるっていうのを聞いて、で、まあ、息子が始めたぐらいの時に、その夏ね、氷がない時期に、そのインラインをしながらアイスホッケーの練習ができるんだよっていうことで、小さい子どもたちがね、やってて、あ、やっぱりその氷がね、少ない、アイスタイムが少ない地域は、こういう強化方法があるんだなっていうことで、そのインライン自体のホッケーのね、面白さとか素晴らしさっていうのは、なかなか私は経験したこともないんで、ただそのアイスホッケーに対する夏の練習にはいいんじゃないかなっていうぐらいでですね。ただ私の西武鉄道のね、後輩とかが、日本代表になって世界選手権行ってるとかっていうのはもちろん聞いてたんですが、その深く入ってまでね、私もそういう勉強してなかったんで、ちょっとそこの辺は知識がなくてすいません。そんな感じです。やっぱこうアイスホッケーをやるにはアイススケートリンクが必要で、アイススケートリンクってどこでもあるわけじゃないから、その地域性がすごくあると思うんですけど、まあ、インラインホッケーとそれに比べると、まあ砂利ではなくこう平らなコンクリのところですとか、あとそのフロアマットみたいな、その競技用のマットが引いてあるところだったらできたりもするんで、まあ、そういうところの地域の差みたいなのはあるのかな、強みはあるのかなって思ったりはするんですけど、まあ、そのさっき森下君がおっしゃってた、その他の地域との差、アイスホッケーでっていう風に感じてたって話があったんですけど、実際にどういうところの地域の差を感じたことがあったんでしょうか。そうですね、やっぱりアイスタイムが全然違うなっていうのはありまして、うん、で、こっち関西って意外にリンクの数は結構あるんですけど、うん、フィギュアスケートであったりとかスピードスケートが取り合いで、月々のリンク使える回数っていうのは本当にごくわずかなので、そういったところっていうのさすごく感じます。ただ、ずっと兵庫県で生まれ育ってるんですけど、兵庫県って実はインラインのリンク3つぐらいありまして、はい、で僕、アイスホッケー始める前にインラインを始めて、それからアイスホッケーっていう風になったので、練習環境としてはそこまで悪くはなかったっていうのはあるんですが、結構僕が小学生ぐらいの時っていうのは、そのアイスホッケーやるならインラインホッケーはするなっていうような考え方の人が結構多くて、そういう考え方とかなんかいろいろ、まあアイスタイムの長さっていうのは全然他の地域と違うなっていう印象はずっと持ってました。そのアイスホッケーをするならインラインするなみたいな話が今出たんですけど、その、はい、二刀流でやられてた郁也さんはそういうこと言われたことなかったんですか。そう、まあ、最初きっかけがもう遊び程度っていうような状態だったので、あんまりその同時にやるなとは言われなかったですし、あとはもう大学生の時だったので、あんまりそういったまあ教育的な部分で言われるってことはなかったんですけど、確かにアイスホッケーをやってインラインホッケーをやったら滑り方が変わっちゃう部分があるので、そういった意味でその森下さんの指導されてる方っていうのは言ったんじゃないかなっていうふうには感じます。なるほど、なるほど。結構深い話になってきましたね。これ実は三つさんも東京でずっと学生時代過ごされてたと思うんですけど、アイスホッケー以外にもこういないとかってやらせたりしたんですか。あ、もうもちろんやってましたね。やっぱり練習の回数とかが少なかったから、それこそアスファルトの上でひたすらインライン履いて、道路でスティックで遊んだりはしてましたね。それはキーパー練習とかじゃないですね。キーパーじゃなかったね。さすがにちょっとキーパーの防具つけて外でやるのはちょっと暑くて、ちょっと動きにくいから、プレイヤーの格好で、もう遊びがてら。でもそれで結構僕はスケーティングとか上手になったんじゃないかなとは思うんですけどね。ルーツをたどるとそういうところにもつながるかもしれないってことですね、じゃあ。うんうん。これ、アミさん
もうインラインとかってやられた経歴ってあったりするんですか？いや、私も全くなくってですね、あの三浦さんがおっしゃってたように、青森県八戸出身なんですけど、八戸で、夏場、リンクがない時、河原で、インラインのスケートというかローラースケート履いて、スケーティングの練習だとかしてたっていうような感じですね。なので、あの実際インラインって どこでやれるのかみたいなとこも、うん、ごめんなさい、あの知らないのでぜひ教えてもらいたいなと思うんですけど、あの怪我とかの心配ってどうなんですかね？表情より少ない多いどっちなんだ？なので、あのもし、あ、ごめんなさい、怪我が少なかったらあの引退して後でもやりたいななんて思ったっていう感じです。あれ、 あれじゃないですか、久保田さんお願いします。女性なんで同じ。え、ぜひ一緒にやりましょう。怪我え、怪我は、ボディチェックがそもそもダメなので、まあ、本来その体が当たってとかっていうので怪我はないことないですし、もちろんボディチェックとかも全然普通に当たったりはするんですけど、うん、防具がないことによる影響がどれぐらいあるかって言われると個人的にはなんかそんなにないのかなとは思います。でも本当に滑れなくて、滑れない子とかが練習中になんか止まるときに失敗してとかっていうのはあるんですけど、それは逆にアイスホッケーとかでも一緒なんじゃないかなとは思うので、はい、なんかそんなに極端に危険度が増すとかはないと思います。池谷さんどうでしょう？あの、そうですね。コンタクト系の怪我はあのほとんどないです。まあ、男子の中ではやっぱり負けず嫌い根性の人間がたくさんいるので、あの小競り合いとかっていうのはあるんですけれども。あの基本的にコンタクト系での怪我っていうのは少なくて、であとは細かい怪我ですよね、シュート当たって打撲したとか、あのそういった細かい怪我なんで、まあ、アイスホッケーやられてた方にしてみるとそんなのかすり傷程度だよっていうような感じだと思うので、あの全然アイスホッケーよりはそういったリスクっていうのは少ないっていうふうには思います。うーん、ありがとうございます。どういうところで練習してるんですか？うん、あの関東だとあのそもそも、まあ、全国的に見ても通年でそのインライン専用コートが敷かれているリンクっていうのがあのほとんどなくて、で埼玉県の戸田市に一つ通年であのコートが敷かれているところはあるんですけれども、あのそこのコートもですね、あのアイスホッケーのフルリンクの規格ではなくて、あのもうちょっと小さいあのリンクの場所があるんですけど、そこが通年やってて、あとはあの日光の舗装ドームが夏場ですね、リンクを溶かした時にあのフルリンクであの使えるっていうようなところですね。ただあの違いがあって、舗装ドームは床はコンクリートになるので、あのそこはちょっと変わってくるんですけど、はい、あとは男子の A プールトップのリーグの全国大会は毎年6月帯広のリンクでやってて、で B プールと女子 のトップリーグに関してはあの兵庫の方でですね、全国大会が7月ですかねに行われてますので、でもそこも両方とも通年じゃないので夏場だけあのインライン仕様になるっていうような、あそういったところです。なので、まあ、限られた練習場でやってるっていうのが現状です。今そのコンクリート舗装ドームってところがコンクリートだからって話が出たと思うんですけど、そのコンクリートとコンクリートじゃないのだとどういった違いがあったりするんですか？あのですね、まあ、インラインホッケーは片足に4輪あのタイヤがウィールっていうんですけれども、あのウィールがついてまして、あのコンクリートで柔らかいウィールを使ってしまうと、
走りやすさは出るんですけど、ちょっと止まりづらくなるので、コンクリートは、で使うのは、若干こう、硬いウィールを使用して、で、まあ、コートをですね、そのインラインのところであるコートは、ちょっと柔らかいのを使わないと、逆に硬いのを使ってしまうと、滑って止まれないとか、グリップ力の違いが出る、その柔らかい硬いのウィールを使うので、そこで、変わってきます。こうアイスホッケーとかいう、こう、溝の深さみたいなところと似たりしてるんですかね、こう浅溝、深溝みたいな感じなんですかね。そうです。本当にリンクが柔らかいとかリンクが硬いとかっていう表現皆さんすると思うんですけど、まあ、人それぞれの好みで深さも変わるんですけど、本当におっしゃってくれたようなそんな違いです。なるほど。そういうなんか、どうぞ、ミツさん。ちょっと質問なんですけど、インラインの選手ってどうやってストップするんですか？アイスホッケーは氷削ってストップできるじゃないですか。インラインの選手どうやってストップするんですか？かかととかじゃないですか、かかとにブレーキついててみたいな。皆さん想像したらそういう感じですよね。インラインってかかとについて。いや、かかとでブレーキがあったやつしか使ったことないから。どうやってやってるのか。慣れてくると、アイスホッケーの選手みたいに両足揃えて止まれます。ただ、慣れるまでは、まあ、横向きでは止まれるんですけど、若干こう内股になって、右向いて止まるときは多分左のインと右のアウトで止まると思うんですけど、インラインの最初の方っていうのは両方ともインで止まるんですよ。 X 脚みたいな、なんかそんなイメージで、で内股で止まるっていう、そんな状態です。久保田さんもですか？あ、はい、なんかちゃんとアイスっぽく止まれるようになりました。そうなんだ、すごいですね。いつも興味あります。大丈夫ですか？いやあれあれ、いや、どうやって止まるのかな。そうですけど、僕もこうかかとでこう止めるのかと思いました。こういや、アスファルトの上とかでも止まれるの？止まれます。すごいね。なんか圧倒的上から感があるんですけど。いや、僕はキーパーだからさ、キーパーって氷削って、ね、アイスだと動くんだけど、どうやって動いてるのかなと思って、ゴールキーパー。ゴールキーパーは、あれですよ、横にこう、立ったままアイスってスライドするじゃないですか、氷蹴って。あれをスライドできないので、一回一回足上げてます。うわ、大変だね。それは。キーパー大変。いや、もう一つ質問なんだけど、インライン上って、気温暑いよね。暑いっす。で、ゴールキーパーとか、防具いっぱいつけてやるわけでしょ？ゴールキーパー軽装になるわけにいかないから。そうですね。めちゃくちゃ暑いんじゃない？キーパーは、そうですね、痩せたい方はインラインキーパーやってもらえれば、すぐ痩せれます。佐藤育也君じゃない？佐藤育也君キーパーやったらいいんじゃないの？私顔大きいんで入れますから、キーパーできないです。でもその競技性としても暑い中で、こう夏場の帯広でやるって結構地獄ですよね。そうですね。でも割と帯広はまあ、暑いんですけど、会場窓開けたり扇風機あったりで風通しがいい部分もあるので、その熱中症になるほど暑いっていうところまでは帯広の場合いかないですね。そういったところも配慮、リンクサイドの方で配慮してくれてますので。こうやっぱり最初アイスホッケーちょっと始めづらいなとか、アイススケート自体ちょっとやったことないんだよねって人とかだと、割とこうインラインホッケーとかだと、こうアイスホッケーを将来的にやりたいって考えてる人は、そのアイスホッケーに近いところで始めやすかったりするようなイメージが今すごく持てたので、今後郁也さんと久保田さんでそういう普及活動をしていっていただけるっていうような話で進めていきたいと思うんですけど、いつ頃からスクール始めますか？
あ、もうそれはいつからやりましょうかね。また第1回のじゃあこう 参加というかそのやってみた系はじゃあミッツさんと中村さんと小宮浦さんでこう実際にアイスしかやったことない人がやってみてみたいな感じでやってもまた面白いかもしれないですね。いいね、ちょっとキーパーやってみたいな。やってみたい。あ、ちょっとやってみましょうよ。うちの息子も去年初めてインライン乗った。やっぱり止まれないって言ってたね。だからかっこ悪くてね。だから教えてもらった方がいいかもしれないよ。本当。あとあれパックって軽いのかな、アイスと比べて。あのパックはですね、2種類、まあ、あのメーカーによってそれぞれ形、形状ってアイスと違って違うんですよ。で、ただその、アイスホッケー、IIHF で、公認されてるパックっていうのが、5年、6年前ぐらいに変更になって、アイスホッケーのメーカーのバウアーさんが出してる、うん、パックが今公認の大きさになるんですけど、それっていうのがアイスホッケーのパックと大きさ的には非常に近い部分にはなってるんですけど、若干軽いです。でその前までっていうのはアイスホッケーのパック全然軽くて、ジュニアの子がホッケー始めた時に扱うような軽いパック、それぐらいの軽さで、大きさも若干小さくて、小さいサイズで、一応その2つが、まあ、主流というか、違う点があります。じゃあ表情に比べてシュートのスピードはかなり出る感じなんだ。そうですね、本当おっしゃる通り、アイスホッケーよりはインラインホッケーの方がシュートは早い状態になりますね。うんうん、じゃあゴールキーパーがもし夏場アイスホッケーのゴールキーパーがトレーニングするって言ったら、ちょっといい練習になるかもしれない。そうですね、結構練習的にはものすごいいい影響が出るんじゃないかなと思います。決まったね。じゃあやるべ。うん、あのミッチさん、オフの期間僕打ち込みますよ、ミッチさん。はい、お願いします。じゃあ顔ばっかりシュート飛んだりしないですけど大丈夫ですか？ちゃんと次の方行きます。俺怒るからね、もうヘルメットさせられたんで。全力で謝ります。いいですね、こう実際にこう画面だけじゃなくて競技してる映像とかもあったら面白いですよね。面白いね、見たいですよね。森下さん、今関西の方、兵庫の方でインラインの、コートが3会場ぐらいあるって話さっきしたと思うんですけど、今インラインやられてたりとかするんですか？そうですね、夏場しか使えないのが1個と、あと神戸に2つリンクがあるので、はい、全然今でもできるんですけど、その規格が全然また違うので、はい、試合とかっていうのは難しいですね。はい、森下さん、ちょっと私から質問なんですけども、はい、応募用紙ね、見させてもらってるんですけども、はい、大学生の時何かいろいろ企画をして試合、1試合で1500人ぐらい集めたりというような活動もされてた、はい、も聞いてますし、あとはで、このコロナじゃなければ、北米に行ってアイスホッケーのコーチング勉強して、ね、実際に日本のアイスホッケー盛り上げたいみたいな話あったと思うんで、まあ、その辺の、はい、今までのプロセスとか今後の思いとかぜひぜひ聞かせてください。あ、わかりました。そうですね、大学生の頃では結構まあ、集客試合とかっていうのを企画何回かしてたんですけど、まあ、思いとしてはアイスホッケーを知ってもらいたいなっていうのがありまして、うん、でまあ、大学って結構大学の体育会ってそれぞれの部活でもそう、なんか大学への思いみたいな強かったりするじゃないですか。うん、他の部活でも応援したりとかってしてたと思うんですけど、そういうのもあったので一回見てもらう機会を作りたいなっていうところで、
まあ、関西で言えば関関戦であったりとか、またそれ以外にも、まあ、同じぐらいのレベルの試合ができるような大学とやってたんですけど、と1500人ぐらい集めた時っていうのは、多分アイスホッケーだけでは集めれないなっていうのがあったので、とアイスホッケーの試合の前に無料のスケート体験教室っていうのを開いてて、でその時に子供に教えて、でその、まあ、アップとかせずにもうそのまま防具を着て子供に教えてたんですけど、でそのまま試合っていう流れでやってたんですけど、そうするとの子供たちが教えてくれてたお兄ちゃんをめちゃくちゃ応援するんですね。でそこから、アイスホッケー始めたいって言ってくれたような子とかもたくさんいたので、なんか観客動員数であったりとかそういったところで見れば結構成功したかなってところです。で、まあ、高知に北米にコーチングの勉強しに行きたいっていうところは、まあ、自分自身、まあ、アイスホッケーをしていく中で、なんていうんでしょう、ちょっと言葉気をつけないといけないんですけど、まあ、他の地域のコーチと比べてあんまりいいコーチに触れ合えなかったなっていうのがあって、小中学生ぐらいの時に。で、日本じゃない、関西って、小中学生のアイスホッケーの人口っていうのはそれなりに結構いるんですね。けど離脱率っていうのがすごく多くて、アイスホッケーなんか楽しめてない子がいっぱいいるんじゃないかなってところで、でなんか結構アメリカとかだとその勝ちにこだわらないとか、とりあえず楽しくはいいっていうところだったので、なんかそういった技術的なコーチングも含めて学びに行こうかなっていうところで考えてました。でそうですね、今後に関しては、今は、コーチングの勉強しに行きたいっていう思いはないんですけども、違った ところでアイスホッケーをメジャーにするってところで何かずっと携われればなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございますね。その学生時代に1500人集めるっていう、ね、あの早慶戦、ね、並みの観客数っていう中で、並大抵の努力じゃね、単体じゃ集められないと思いますから、まあ、すごい企画をしてね、皆さん頑張ったのかなと思ってて、あの素晴らしいなですね、関西でもそういう日があるんだなですね。だからそういうものをね、今度ね、関東とつなげたり、ね、あとは渡谷さんとことね、つなげたりっていうことはね、しっかりとそういう思いを持ってる方がいらっしゃるというのが大きいなと思って、私もすごく嬉しい思いで、おりましたんで、ぜひちょっとせっかくここでつながるもんですからね、何かまた我々が発信しても、ね、そういうことでアスリート委員会がやってもいいんじゃないかなってね、目標2000人みたいなね、なんかそんな楽しみながらお客様集めてね、一発の一過性でもそれは悪くないと思うんですよ。何か起こすためにはまず一発やらないと済まないんで、なんかそんなこともしたいななんて思ってましたんで、ぜひぜひ、ね、また協力して、ね、全国にいるのも強みですから、アスリート委員会というのは、うん、ぜひやりましょう。すごいっすね、1500人。ね、もう今すぐにでもこうやり方を教えていただいて、今僕やってる仕事に反映させたかなみたいな思った、うん、僕も北海道の室蘭市にいたときは3年で集めるのが本当やっとだったんで、その大変さだったりとか、まあ、一発イベントなのかもしれないですけど、一発のイベントでもそれやれるのはすごい。でそれを関西でやるっていうのもすごいですね。羨ましい。勉強させてもらいます、僕も。よろしくお願いします。お願いします。アミさんの話が全然できてないですよね。はい。あ、三浦さん、すいません。三浦さん、どうですか、すいません。ん？あ、ごめんなさい。ちょっと、アミさん、待ってて。はい。うん、郁代さん。郁代さん、ね、日体のコーチで、ちょっとアイスホッケーの話に、ね、なっていきますけども、日体のコーチで、で日体が今ね、3年連続ちょうどコロナで昇格戦がなくて、ね、リーグ戦の本式の、ね、なくて、2部にずっといる状況でね、実力からすると本当に日体強くて、私が法政のコーチ昨年からやってますが、練習試合負けたり今本当してて、ものすごく力つけてるんですけども、その今のね、選手のこうモチベーション、コロナによってね、このまあ、イレギュラーな本当アイスホッケー選手にとってみれば非常につらいこの2年半かな、というところで選手のこう気持ちモチベーションとかを
と保ったりね、どう選手たちどう考えてたのかなっていうことと、あとはこの大学生がね、今大学選抜とかユニバーもなくなって目標を失ってしまってる、で大学のトップ選手が結局アジアリーグに行かないとかっていうところを含めてね、なんかそういうことのどんな、ね、大学生を持ってて、あとはスタッフもどう思ってるのかなってちょっと聞かせてもらいたいなと思う。どうですかね、うんうん、そうですね、やっぱりここ数年コロナの影響で、まあ、試合ができない、試合数が削られているっていうのもありますし、あとはまあ、合宿もなかなかできてないで、シーズン中の練習もかなり限定されてるっていう状態にはなってるんですが、まあ、日体の場合ですと基本的に、まあ、コーチとして教えるのはもちろん全力で教えてるんですけど、非常に選手自体がいつどんな相手と戦ってもっていう非常にモチベーション高くやってくれてるので、まあ、コーチが引っ張るっていうよりかはそういったところのメンタル面のモチベーションは非常に選手間で、特に上級生ですね、そういったところで引っ張ってくれて、それに下級生がついていっていくっていうような、そういった、まあ、いいサイクルが非常にできてまして、で、まあ、入れ替え戦であったり、まあ、インカレがなくなったりとかそういうのはあったんですけれども、まあ、今できる 100% のことをしっかりやろうという ところで選手が取り組んでいるので、なかなか目標が作れない中ではいるんですけど、非常に選手自体で自身で非常にまとまってやってくれているっていうのが現状になります。で、まあ、今後またどうなるかは分からないんですけれども、やはり私もこうアジアリーグを目指すっていう選手が減ってるなっていうのは結構感じてて、大学の例えばリーグ戦で得点王になった選手とか、ベスト6になった選手とかがですね、通常の一般企業に就職をして、ホッケーは社会人で続けるっていうところが非常に多く見られるので、今後そのアジアリーグに行ってやってほしいっていう気持ちはすごいあるので、例えばプロ野球みたいに合同のトライアウトを実施するとか、何かそういうアジアリーグに、まあ、入りたくても入れない選手も多いと思うので、そういったきっかけっていうのを全体で、できればなっていうのは感じてます。もちろん難しいことは分かってはいるんですが、まあ、そういったきっかけ作りっていうのをできるのも選手側ではなく、まあ、周りの その指導者であったり関係者で、まあ、ちょっと垣根は超えてしまうんですけど、アジアリーグのチームにも協力してもらってといったところにはなるんですが、そういったところがあればアジアリーグを目指す選手っていうのはさらに増えるんじゃないかなっていうふうには感じてます。そうですね、ありがとうございます。まさしくね、はい、今いい一つの、ね、具体的な例を挙げてもらってね、合同トライアウトみたいのもねいいと思いますし、あとは、ね、横浜グリッツが関東にねできて、ね、石井選手とか日体のね OB が初めて入ったということは、新たな道がね切り開いてるんで、ぜひトップリーグ目指してね、やってほしいなというふうに私も大学を教えてて今思ってます。ちょっとまあそれは協力してまたいろいろやっていきましょう、ね、何か少しトレンドに働きかけてもいいと思いますしね、はい、あと久保田さん今出れます？聞こえてますか？久保田さん、あれ席外したか、じゃあちょっと後でまた話します。じゃあ渡谷さん、亜美さんにそろそろ、そうですね、まあもう本当にしびれ切らしそうなんだ、亜美さん、そうですねそうですね。まあ、ゆきやさんの今の話はもうすごくハゲドで、とはいうものの、まあ、ちょっと立場上いろいろ話せないところもあったんですよ、ね、ハゲドというだけで。亜美さん、今回もう亜美さんといえばですよ、もうこの話題を振るしかないのかなみたいな思ったりはしてるんですけども、まあ、実際に最近まだオリンピックがあったりもしたと思うんですけど、亜美さん実際にオリンピックにも出場されてますよね。はい。とオリンピックってどういったところなんですか？
まあ、皆さんにも共通して言えることですけど。オリンピックどういうところ、やっぱりその最高峰の選手たちが集まる場所みたいな感じなんですかね、イメージ的には。やはりこのオリンピックに出るにあたって、もちろんそのオリンピックの出場権を取るのももちろんすごく大変なことですし、そのメンバー選考に選ばれることも大事だったと思うんですけど、まあ、そのアミさんがこう競技者としてすごく努力なさってた部分の中で収集だとかっていうのってあったりするんですか？自分のストロングポイントを磨いたとか。ネット大丈夫ですか今。いや僕多分ちょっとやばいかもしれない。あ、 OK です OK です。ちょっとあのなんとなく分かったんで、意識してたところですよね。はい、自分の長所をあの伸ばしたというか、短所を平均的にして、長所をさらに伸ばして、人の誰にも負けないものを作るようにしたというか、っていうような。どこなんですかそのポイントは。私は、まあ、プレーで言うと、あのスクリーンキーパーの前に立って、あのスクリーンをかけるっていうところがよく、監督とかコーチに褒められてた部分なので、私の役割はここだと思って、そこを誰にも負けないようにしたっていうところ。あとは、まあ、あの代表になると、まあ、スキル上手い人周りいっぱいいるんで、まあ、その他で勝ち抜ける部分はどこかなとかって考えた時に、やっぱ自分のその性格っていうところもあると思うんですけど、そのムードメーカーっていうところで、あのチームをこう盛り上げたりだとか、なんかそういったところをこう意識的にあのやっていたっていう感じです。結構今三浦さんから質問が入っているので三浦さんお願いしていいですか。あ、この質問がありますっていうのはあれですね、久保田さんにあるってこと。大丈夫です。ちょっと混乱してました。僕の電波が悪くてちょっとすみません。で、今そのスマイルジャパンの話もある程度聞かせていただいた中で、今日本アイスホッケー連盟の理事を務めているというふうに自己紹介の中で話していただいたと思うんですけど、実際どのようなことをされているんですか。今、強化委員会って、強化委員会に入ってて、強化副委員長っていう役職ももらってるんですけど、大出世ですね。正直あの役職ばかりこうついていって、あの自分がまだ追いつけてないっていう焦りもあるんですけど、多分あの私ここからだなと思っていて、次のイタリアに向けて、まあ、強化っていうところもそうなんですけど、例えばその女性っていう、そのスマイルジャパンとかっていうところとか、その、まあ、若い女性というか女性の理事とかも、私ともう一人の方だけなので、そういった視点で何かこう、あのなんかこう、なんで、例えばですね、その女性のコーチとかの育成だとか、あとはそのサッカー協会の方、女性の理事の方ともお話ししたこともあったんですけども、あのサッカー協会の方では、例えばその出産とか、あのした後に、戻ってきて復帰プログラムとかっていうのもしっかり体制づけてるっていうところもあったので、ちょっとでも長くその女性のアスリート人生というか競技年数がこう増えるようなところも今後のアイスホッケー界にとっては重要なところだと思うので、そういったところをやっていきたいななんて、あの今考えているところです。なるほど。確かにこう出産、結婚とか出産とか、そういう人生のターニングポイントのところで競技やめられたりとか、ちょっと離れちゃって、ちょっと子供がまた始めるまでみたいな風になったりすることもすごく多いっていうふうに噂では聞いているので、そういったところはすごく大事なところですよね。はい、じゃあいいですか、ちょっと質問。はい、お願いします。あの教科副委員長ですか。はい。じゃあそちらの立場で、はい、今回 あのスマイル、ものすごいね、あの驚異的な活躍してもらって予選突破してね、でベスト8で、ね、あの初の 決勝トーナメント進出ということで、ものすごく日本人アイスホッケーに対して、ね、寄与してくれたなと思うんですが、今後ね、逆に言うと、ちょっと厳しい見方すると、あそこまですり減らして、本当みんながね、
魂持って4年間戦ってここまで来たと。でもここから上に上がるところの中であと 何すればいいのって、こんな頑張ったのにっていうのも実はあってね。で、必ず出てくるのはもっと競り合いで勝たなきゃダメだって。今回競り合いも頑張ってたし、ね、速さはもともとあるし、あと補給 IQ の方もね頑張ってたけど、これあと伸びしろあるのって極端に言うとね、よく頑張ったなっていうのがあって、あとどうやって今度はね、あの3位まで、うん、1、2は除いて3位までこうイタリアに向かって、あと何頑張ればいいんだろうと、こんなに頑張ったのにっていうのも、あのちょっとあの厳しい見方するとねあったりして、それって何か亜美さんの方ではこうピピッとひらめいてるのがいっぱいあるんでしょ、まだまだ。いや、そんな私こんな公共の電波に乗せて無責任なこと言えないんで。いや、言って言って、そういう回だから。ここ別だから、日アレント一番濃い質問できましたね。ズバリね、みんなが聞きたい声を、うんうん、そうですね、うん、なんか、うん、あの正直私がそのピョンチャンまで戦って、あの今回北京を見てて思ったのが、うわ4年間ですごいレベルアップしてきたなと思いました、うん、正直。だから相当な努力をしてきたんだなと思って、もう本当に感動あのして、あの1試合ずつ勝つごとに私もあの一緒に戦ってる気持ちでこう涙が出てきたんですけど、だからなんか、うん、まあ、よく頑張ってるなというかところなんですけど、まあ、何が足りないかっていうと、足りないか、うん、もっとここを伸ばせば良くなるんじゃないかなって思うところとしては、まあ、最後のあのフィンランド戦とか大差はついたものの、めちゃめちゃチャンスはあったと思うんですよ。なのでそこの、あの得点力、あの得点力上げてきたと思うんですけど、この4年間でさらにそこの質をもうちょっと上げていくっていうのがレベルアップにつながっていくと思います。なんかそれにはやっぱりあの国内で、まあ、高校生とあの練習試合したりとかして、もちろんあのレベルアップにはつながると思うんですけど、やっぱりその外国、そのカナダ、アメリカ、フィンランドとかスイスとか、なんかその辺と対戦する回数を多くしたりだとか、まあ本当にこれ個人的なあの考えなんですけど、スピードスケートとかってなんか300日以上合宿を行ってるとかって言ってたじゃないですか、うん、なのでそのぐらいとはちょっと言えないですけども、もっとこう合宿海外、コロナもあって難しいんですけど、海外の人たちとこう試合をして、うんうん、あのっていうところが必要なのかななんて思ってます。ありがとうございます。あのすごくあの、ね、真摯にあの、うん、次の時代を見据えてもらってるんですが、あのただそう言ってもね、また同じ4年間の中で相手も伸びてる中に、本当に、ね、これがいいのかどうか分かりませんけども、次勝つためにラグビーじゃないですけども、キカ選手、あのジャパニーズカナディアン、ジャパニーズアメリカンとかオンを発掘して、そこも、ね、1セット入れたりとか、そんなことも非常な感じではありますが、やっていくのも一つなのかなと思ったりしてたんで、そのまあ亜美さんがね強化あの委員長として、もしイタリアで絶対ねメダルを取るとすると、まあそういったところまでもう切り詰めて、またねこんなこと言うと日本人だけでいいとかね言われてるんですが、本当に、ね、勝つためにはそこまでっていうのはありかななんて思ったりしたんですよ。そこでまたレベルアップするっていうことが、ね、出てくると思うし、長野の時はやっぱり帰化選手は8人7人かな、まあ、日本に関係する血縁の人たちでしたけども、次のそういうこともね、もちろん小さい育成をしながら選手をね上げてくるというところの中に、もう一つそこ非常なまでのね、ここまで来たんだから、ぜひぜひメダルっていうのをね、悲願のメダルっていうのを狙ってほしいなと思ってますんで、ぜひいろいろなアイディアで、強化していただきたいなと思います。
以上です。はい、いろいろとアスリート委員会でも声を連盟の方に届けたりとかもしたいと思うので、ぜひ何かアドバイスとかご意見があったら教えてください。お願いします。ぜひお願いします。はい。はい、あれじゃあ森下さんとかと近いところがあるかもしれないですね。コーチングみたいなところとかチーム強化みたいなところに置いておいて、森下さんだったりとか、まあ、もちろん今コーチとか監督されてる池谷さんとか三浦さんとか、すごくなんかこう共通言語が多いような気がしますね。勝手にですけど。なんかあとはその私なんか次の4月からスポーツビジネスに関わる部署に異動することになったんですよ。はい、なのでそういった意味でも、うん、アイスホッケーの普及とかその他もろもろとか、うん、いろんな方々と連携して盛り上げていきたいなと思っています、うんうん、ぜひぜひ期待してます、うん、よろしく。あとは IIHF の、ね、役員に入ってもらって、ね、ぜひぜひ そこまで、ね、上り詰めてもらいたいと思います、ね、はい、頑張ります。よろしくお願いします。期待値めちゃめちゃ高いですね、アミさん、ね、まず誰か英語教えてください誰かいるかこれ今先ほど話した時に三浦さんと同郷なんですか。あ、そうなんです。そうですよ、いつからもうじゃあちっちゃい頃から知ってるみたいな感じなんですか。いや世代が違うからちょっと全然その接点はないけど、うんうん、同じジュニアチームは一緒なんです。だから師匠は一緒で、はい、カネリさんってね、方で今でも私を勉強させてもらったりしたんですけども、8年ホワイトベアーっていう、ね、チームで、はいはい、私はもう初期の方ですけどね、アミさんはもうかなり出来上がったところで、チームがねしっかりとしたところから、いいプレーが出てきてますんで、うんうん、そうなんですね。アミさんでもあれですよね、西武プリンセスラビッツ所属でしたね、確か。あ、そうです。中学校3年生で、西武プリンセスラビッツの前身の国道レディースから、はい、所属してました。じゃあその年ぐらいにその東京の方に引っ越されたような感じなんですか。そうですね、親元ちょっと離れて、チームの先輩の家に下宿しながら、東京に出たっていう感じです。すごいっすね、それ。中3で中3で、はい、そうです。すごい。なので、八戸出身なんですけど、卒業の中学校は目黒区立の中学校、ちょっとおしゃれじゃないですか、シティガールなので。全然言わなくていいですよ、全然言わなくていいですよ。すごい。あ、それで、こう、ミッツさんともこうつながりがあったりもするんですか。いや私、すごい選手だなと思ってたんですけど、なんか若干怖そうじゃないですか、見た目。だからあまり話したことなかったです。めちゃめちゃ、いやいやいや、なんていうんですかね、まあ、いい意味で言ってポーカーフェイスですけど、こうなんか人の温かみはちょっと感じないところ、ね。冷静って言って冷静。いやそう、僕も東京出身なんですけど、僕は目黒なんていう、まあ、大都会じゃなくて西東京市っていうところなんですけど、怒られますけどそんなこと言ったら、はい、僕道民から全然わかんないですよね。もう全部都内、全部東京なんですよ。全然わかんないです、その目黒の凄さとかにして。それでいいんですよ。東京は東京なんですけど、はい、そうっすよね、もう全部東京っすよね。それでいいです。船橋とかも東京だと思ってるんだもん。いや、船橋は東京じゃない。今だ、違う。マジでわかんないっすね。これ、関西のリンクって行ったことある人います？僕はあるんですけど。尼崎のリンク、尼崎です、ね。のリンクに行ったことがあって、うん、なんかこう関西というか、まあ僕去年からこう九州の方から沖縄、九州、四国みたいなところの、リンクを見てる中で、北海道のアイスリンクと全然違うなっていうのが、こうバイトの学生さんがジャンボにかけてたりするんですよね、うん、これ結構衝撃を受けて、なんかジャンボに行って結構、雪谷さん、これ北海道ってなかなかないっすよね、学生かけてるの、ジャンボに行って。
ないっすね。ちゃんとリンクの、ちゃんとっていうのはあれですけど、うん、職員の方が。アイスキーパーさんが、はい、いらっしゃって。かけてますね。だから、こうなんか、あの、プライド、ドラマプライドのとこにあった、こう、主人公、春と秋が、あの、ザンボに乗ってデートしてるみたいなのって、うん、僕からしたらすごく夢のまた夢だったのが、うん、こういう関西だとか、九州地方に行ったときに、普通に学生さんザンボしてて、これ全然できんじゃんっていう、こう、なんかカルチャーショック。を受けて、僕はそうだったら完全にハルだからキムタクなんですけど、そういうのもなんかできたなみたいなあるんですけど、こう森下さんってザンボ運転したことあるんですか？いや全然ないです。僕今あの天ヶ崎のそのリンクめっちゃ行ってるんですけど、うん、学生がやってるのっていうのを今初めて知りました。じゃあ僕違ったのかなみたいな記憶違いかな、うん、九州地方はあったっすね、学生でした、完全に。学生さん、バイトさんがザンボ運転してるって言って、なんかこうアイスキーパーがいるリンクが当たり前じゃないんだなっていうのを感じたんですけど、こう逆になんか北海道のリンク来てびっくりしたみたいな話ってあったりしますか？ミッツさんだったり、森下さんだったりって。いや、あの校庭にリンクがあるのはもう夢のようだけどね、僕からしたら。小学校の校庭に、うん、ね、うん、確かに。え、ちなみに青森もないですよ、校庭にリンク。だから北海道限定じゃないですかね、うんうん、でもね、私の、小さい時は小学校の横に池があって、でそこが天然で凍って、で授業中に、体育の授業ではスケートしてた。うん、近かったから朝と夜を行くと普通にホッケーができる、唯一。あの当時は室内リンクないんで、あの長根リンクっていう2つぐらいしかなかったんで、アイスタイム求めて、あのその池に行ってでやってたんだよね。多分亜美さんは信じられないかもしれないけど、うん、それぐらい、うん、あの校庭になかったけども、普通にあの池がリンクになって、そこで普通に滑って、たんですよね、うん、多分後ろとかね、苫小牧は当たり前にね、ね、育也さんね、天然リンクはでも違うか、世代的には。あの私の、まあ、通ってる小学校でいうと、もう本当あの屋外のグランドのリンクって、うん、学校の先生と父母の方々のもう汗と涙の結晶みたいなところで、あのもう雪があの降りそうとか、もう地面があの凍る前にあのフェンスを立てて、雪が降ったらもう選手と親家族みんなでも雪を踏んで固めて、でそこからもう親たちが夜から朝まで水をまいてくれて、リンクの層を厚くしてくれてっていうような、うん、あの仕事も仕事終わって疲れているところ、あのそういった苦労があってできた上で僕たちがやってたっていうところなので、うん、あの環境的にはもうものすごいそういった協力があって、そのリンクができて、でたくさんホッケーをする時間が増えたっていうようなところで言うと、本当にあの釧路とか北海道の方はあのそういった恵まれた環境は、まあ、気候的な問題もありますけど、そういうのはありましたね、うんうん、はい、さんどうぞ。ちょっとあの森下くんに聞きたいんですけど、あの関西にあの兵庫県かな、あの丸山川公園の、あ、はい、屋外のスケート場ってありますよね、はい、あの湖のすぐ横にある、はい、川かな、はい、あそこでやったことある。小学生の時試合したことありますね。あの写真を一回見たことがあるんだけど、すごいなんかロケーションじゃない？そうですね、もうベンチの裏がもう川流れてるって感じ。そうそうそう、パックとか全然飛んできます。いやすごくて、もうあそこでなんか試合してみたいなと思っていやあのお客さんまあ入れないただ企画が、うん、はい、うん、あ企画がリンク企画満たしてないんですね。あ、うん、そうなんだ。なるほど。じゃあ公式戦は無理かもしれないけど、うん、イーグルスとバックス行ってもらって、
ね、森下さんがプロデュースして。あ、確かに。1500人入れてもらって。あ、もう、ぜひぜひぜひ、もう、明日から試合なんで、もう来てもらう、今から来てもらう。飛行機はピーチとかだったら全部出しますので、僕。鼻じゃれきついですけど。まあでも、こう、アイスホッケーとは言ってもこう全国で全然違う環境だったりとかカルチャーがあったりとか、まあそのバックボーンの中にインラインホッケーがあったりとかっていうすることが今日本当によく分かったので、本当にアイスホッケーは身近ですし、関西だからとか九州だから沖縄だからできるできないとかってわけではないっていうことをもうこの放送を見てる皆さんに知ってもらいたいですし、本当にそのアイスホッケー、インラインホッケーをするきっかけを僕たちで作っていきたいなっていうのは、まあ、今回の小まとめみたいなところにさせていただいて、まあ、次回は実際にこう戦ってきたスマイルジャパンの3名を迎えて中村亜美さんの MC で、進めていけたらなと思っておりますので、この辺でじゃあ、放送は終わりにしたいと思います。ちょっと久保田さんが、はい、ごめんなさい、久保田さんがねちょっと抜けたんですが、うんうんうん、久保田さんも実はで、あのインラインしながら、あの日体で多分アイスホッケーやったんですよね、郁也さんかな。で、日体のコーチ、そうですね、あの女子のアイスホッケーチームのコーチは、少しやってたと思います。うん、ね、はい、そう、私あの、東京女子体育大学教えてて、それで日体の、ね、女子のチームと対戦したときに、久保田さんがやっぱりベンチにいたんだよね。だからそのインラインからあまりアイスホッケーしなくても、このコーチとしてアイスホッケー部のコーチとしてね、あのアイスホッケー携わったりしても面白いな、そういうつながりがあるんだなっていうのもあったりして、ぜひそのインラインとアイスホッケーっていうね、このこうリレーションっていうのももっと明確にしていくとね、インラインを見に行って今度アイスホッケー見に来てちょうだいみたいな、そんなものもできればいいかななんて思いますんで、ぜひちょっとその辺のね、企画みたいのも、インラインをやる企画をしましょうよ、一回。ね、うん。我々のヘタッピーな姿を、うん、あの、井上ゴールキーパーに全員がシュートを決めれて、わーわー喜ぶ、はい、喜ぶと。結構な絵になると思います。結構な絵になるね。僕がヘトヘトになって。悔しがる。いいね。汗だくだくで。これミッツさんの背景は今どこあ、そうですね、あとさっき言ったあの丸山川のリンク、僕の背景にマッチしたんですけど、すごい、こんな感じで、すごい、すごくないですか、ここ僕も行ったことないんですけどね。ちょっと花火とか打ち上げてやりたいですね。いいね。うん、点数入ったら花火打ち上げ。ところころランダ戦とかになったらもうめちゃめちゃ花火上がりまくるみたいなことになると思う。10対9との試合とかで19発以上上がると思う。すごいですね、こういうなんかこう地方のリンク巡りみたいなのできたらいいですね。あ、そうだね、ぜひぜひ、はい、アジアリーグで行ってちょうだい、いろいろ普及のために行きたい、行きたいですね、本当に、うん、本気で行きたいですね、うん。森下さん、ちょっと企画して、イーグルスとバックス、連れてって、いろいろ回って巡ってください。アウトドアリンク巡り。ただ、本当、関西で本当試合はしてほしいなっていうの思いはありますね、うんうん、アジアリーグ、うんうん。数年に1回ぐらいしかないですよね、多分、うんうん。こっちのコーラがトップリーグの試合を見るっていうのがなくて、その大学生同士の試合がトップリーグになっちゃうので、なんかかっこいい姿を見せていただければ子供たち喜ぶかなと思います。ぜひやりたいですね。じゃあやりましょう。はい。お願いします。お願いします。じゃあ渡辺君閉めちゃって。はい。じゃあこの辺で次回は、中村亜美さん、アミゴ MC でスマイルジャパンの方をお迎えして、はい進めていきたいと思いますので、第2回をこれに第3回をお楽しみ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。